このトマトハウスのテツアースになりくるウビントシアです。26歳、7歳になりました。お前いつの感じ？6月10日です。まだまだじゃん。まあこれからもより美味しいトマトを作れるようにここで修行させていただきます。よろしくお願いします。頑張ってね。はい、今年は路地もやるし。そうですね、いろんな野菜が作れるように、また新規収納がしっかりと自分でできるように。そうだよ、収納も修行が始まるんだもんね。そうっすね。修行であってんの？あれ専門用語で言うと何なの？修行なんだ。新規収納プログラムとかで言うんだ。清作師匠のやつだけど頑張ってね。はい、あと噛んだら言い直すといいよ。清作師匠頑張ります。なんで笑ってんだよ。清作師匠のもと頑張ります。頑張ってこね。はい、一つお前に授けたい企画が、はい、今日いっぱい鉄心したじゃん。はい、これで無限トマトっていう企画をやろうかなと。おー、脇芽からってことですね。そうハビッツで、はい、ちょっとバッチリ増やしていこう。やってみます。無限トマト、はい、できるかどうかわからんけど。ここより美味しいトマトを作ってます。それは無理だべ。それでここよりも美味しくなっちゃったらソムに相当怒るよ。砂糖入れて。反則じゃねそれ。そのまま吸ってもらえればと思ったんです。まあ何でもテストも兼ねてたから。はい、様々なところでトライしてみましょう。はい、ありがとうございます。なんでちょっと緊張してんだよ。いや、しないよ、主役2人。こういうの大事だからね。それは使えねえな。どういうキャラ作りでいい？お前ら二人ちょっと若干キャラ被るんだよな。そうなんですよ、ね、そういうこと。お前後輩やろ。後輩っていうのは、どっちでもいいよ。じゃあ取っちゃうか。この下に出てくる脇芽あるじゃないですか、うん、こっちとこっちの上取るとどっちの方がいいですか？多分この鼻の一個下の脇芽の多分一番強い。一番強い、うん、この最新だからですね。ていうかもともと鼻の下が一番強いから。へえー、まさにそれじゃんね。みんな鼻の下でしょ、脇芽はね。はい、ラスト行こう。ラスト、なかなか VTR でその感覚を伝えるのは難しい。さあ、じゃあ上行こう。はい、じゃん、土壌用ご飯。こいつらはね、ワッサーが届いたから。うん、ワッサー桃、長野県の幻の桃だって。高いですか？知らない。苗木で1個いくらぐらいします？知らない。男ってダメだよね、買い物するときに値段見ないから。ちなみにあの子供のいたずらにしか見えないかもしれないけど、ちゃんと中は 0.1% のハビッツ水溶液になってるから。じゃあ栄養も根が張りやすいですよね。うん、こんな感じで。おう、じゃあ経過報告は、はい、随時毎日インスタでアップしてって。はい、わかりました。できるといいね、無限トマト。無限トマトを成長させれるように頑張ります。よろしく。